ナさん、お疲れ様です体の枝に限らずね暗号通貨あ是非ね税制を軽くしてほしいですよねそもそも最初はこれ税金になるのかどうかっていうのは議論がなかったわけですよでまあ税金がかからないからっていうんで資金を流してそこで多くの利益を出した方がどんどんね送り人をとか言って決済したんですけどもで金持ちが増えると気に入らないのがね財務省ですよ後から 税金、送急してかけてきて。まあ、ひどいもんですよ。せっかくね、送り人、つくから夢のある世界が開けたと思ったら、またぶち壊しちゃってね。何を考えてるんだ、ということですよ、ね。そんなことをして、縮小させるよりもね、経済縮小させるよりも、稼げる人をたくさん増やして、その人がいっぱいお金を使ってね、高級マンション、フェラーリ買って、経済回した方がいいじゃないですか。何をやってるんですか。ねえ、ナミさんね。 困ったもんですよで今度また増税というね <laughs> あの国民の所得が上がっていけば増税しなくてもパーセンテージ上げなくても額で取っていけると思うんですよなんかね国民が全然豊かにならないのはその稼ぎやすい環境を作らないことと極端な増税ですよねこれによってもうがんじがらめになっちゃってるで金持ちになるのもバクバクしくなっちゃうんでね お金持ちになったりとかこっそり金持ちとかができちゃうと思うんですよ、うん、いや本当にこれからどうなっちゃうのかなというところですよまあ我々がね、知恵を使って稼ぐ方法を編み出しても、邪魔するんだもん、岸田総理がねー、こぼっちゃいますよね、うん、どうしよう、どうしましょうか、アナさんまあ、とぼやきながら今日も日が暮れるわけですけどね今日も動画送っていれまして、ありがとうございました 通貨の税制ね改善されることを望みますよそしたらずーっとね内部留保になっている暗号通貨の利益もだーっと市場に溢れてくるんじゃないですかねいろんなものが売れて万全、まあ、じゃないですか、ね、えなみさんじゃあ今日はそんなところでいってらっしゃい